コアスレッド数がやばい。これがデュアルジオンの実力か。ミヤチャンネル。よっすー。どうも皆様お疲れ様です。ミヤと申します。今回は毎度おなじみ神田装備さんでこちらを買ってきました。サムネやタイトルでわかるかと思うんですけれども、こちらはサーバー用のマザーボードです。それもただのマザーボードではなくて、CPU が2個も乗せられるというデュアル CPU 搭載のマザーボード。デュアルでポスト OK って出てますね。おまけで6コアの CPU がついてまして、そしてメモリの方が驚異の18ソケットです。トリプルチャンネル対応のものになってまして、メモリはすごく搭載できます。もともとついてるのは4コア8スレッドが2つなので、実質8コア16スレッドです。そしてこちらですね。通常の ATX サイト比べると、一回り、いや、二回りぐらい違いますからね。サイズとしては圧巻の大きさです。なので、通常のケースは入らないと思います。で、メモリーもないので、実はですね、神田装備さんこんなにつけてくれました。なので、これを載せていきたいと思います。では、早速開封の方をやっていきましょう。で、こちらですね。通常のピンタイプですとか、バックパネルが必要なものは付けられません。その理由としましては、後ろのバックパネルがもうすでについている形です。なので、それに合うものをアリエクスプレスで2つほど購入してきました。まあ、これがハマれば、まあいいんですけど、正直やってみないとわからないです。見た感じだと同じネジ締めタイプのものなので、多分付けられるかなと思ってます。ちょっと触った感じだと、付けられそうだったので、まず CPU グリス MX4 を取り付けてまして、あとは4箇所ネジ締めをしてきます。対角線上にやりたかったんですけれども、残念ながら少し厳しかったので、まあ、反対側ですね、2箇所止めてから無理やりやろうとしてます。良い子の皆さんは真似しないでください。で、多くて大変だったんですが、メモリをすべて埋めていきたいと思います。すべてのメモリースロットを埋めたいっていうのは自作家の、いや、ジャンカーの差がでしょうか。これをどんどん埋めていきます。いや、これが全部埋まると圧巻ですよね。見てみてください、これ。もうできる前から圧巻ですよね。いやー、存在感があります。めちゃめちゃロマンがありますよね。ニコンの CPU、 そしてメモリが18本、そして中華製のマイニングリグがありましたので、これに穴位置を合わせてうまく取り付けようと思ってます。調節がめんどくさかったのでかなり時間かかりました。で、できた感じがこんな感じです。やはり一回り出てしまうんですけれども、こんな感じで、まあある程度ベンチ台乗せることができてよかったです。では、映像出力がないので、こちらですね。GTX1650 をつけていきます。使う電源は 1200W のシルバーストーンの電源ですね。念のため、大きめの電源を使うことにします。ただ、8ピンが1つしかついてないので、これ8ピン2個補助電源必要なんですけれども、まあ1つでも動くので仕方ないでしょう。それでは、スイッチオン。あれ？映像出力されない？と思ったら映像出力されました。やりましたね。サーバー用のマザーボードは安定性重視のため起動時にチェックが入ってたりなど、通常の起動と比べて遅いみたいです。また一つ勉強になりました。で、一応こちらの画面でも CPU が2つ認識されてますね。そして Windows 10を入れていきます。実はこの裏方で Take 2になってます。通常そのままだと起動がしなかったので、メモリーの数を減らして CMOS クリアを試みました。なので今ですね、実質こちらは 2GB 6枚で 12GB。あれ、タスクマネージャー上だと 10GB しか認識してないですね。もしかしたら1枚認識してないかもしれないです。では実際の性能を測るためにシデベンチ R15 を回していきます。通常の使い方ではないのでデュアル CPU を対応しているものって少ないんですよね。マルチは8コア16スレッドで、まあ今の Ryzen 7と同じコアスレッド数になっているので結構早かったんですが、シングルスコアはやはり10年前のものになるので結構遅めですね。で、スコアの方はシングルが93、マルチが938ですね。マルチはそこそこ戦えるかと思うんですけれども、シングルスコアはもう壊滅的ですね。
このままで終わらせるわけにもいかないので、この6コアの CPU もう一つアリエクスプレスで買ってきました。なのでこれで6コア12スレッドを2倍ですね、試していきたいと思います。まずは CPU を取り外していきます。これが6コア12スレッドの CPU です。いや、ワクワクが止まらないですね。無事にスーパーマイクロ社の BIOS まで立ち上がりました。ではこれで実際に性能の方を測っていきましょう。見てみてください。12コア24スレッド、圧巻ですね。今はこのタスクマネージャー表示ですね、初めて見ました。今私が使っているのは6コア12スレッドなので、それに比べても圧倒的な差です。ではシネベンチ R15 で性能のチェックしていきましょう。すごい、これこそ数の暴力ですね。こんな多いスレッドを見るのは初めてです。いやー、すごいです。見てるだけでも全然飽きないですね。気づいたらもう後半の方ですね。結果の方はこんな感じ。マルチが1152で、シングルスコアはさっきよりクロックが低いので77です。ではいかがだったでしょうか。今回はデュアルジオンをいじってみたっていう動画でした。6コア12スレッドの2倍、12コア24スレッドで圧巻の数値が出てきました。これがなんともう10年前以上のものですね。そこに驚きを隠せません。今なんて CPU 1個でできる時代ですから、いやー、時代の流れって怖いですね。では今回の動画はデュアルジオンを買ってきたってことだったんですが、何かやってみたいことですね、ですとかやってほしいことなどあればコメントをいただければ嬉しいです。いつもはこういったジャンク品ですとかパソコン関係のものの考察、まあコスパいいものの紹介とかそういったものをしてます。何か引っかかるものがあればチャンネル登録やコメント、そして高評価いただけるととても励みになります。それでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画で会いましょう。